と結構言ってたよ。なぜならこの人は前日に電話してきたおばんざーい。さあやってまいりました万対談でございます。本日はね、また新しい人と対談をやります。外見てますね。これは外見てますね。はい、あこれは中村健吾さんです。はい、よろしくお願いします。おばんざい、おばんざい、おばんざー。あっ、知ってくれてますね。知ってますよ。いや、じゃあちょっと、はい、本日はちょっといろいろ聞いていきたいのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。おばんざーい。改めまして、おばんざい屋です。本日のゲスト、中村健吾さんです。よろしくお願いします。いやついに来てくれましたね。ようやくついにようやくですね。ついに来てくれましたね。サッカー界で一番忙しいんじゃないかと。いや、そんなことないです。いう感じの この中村健吾さんに来ていただいてありがとうございます。いや、とんでもないです。こちらこそ本当に。いやー、これどうですか、おばんざい屋見たことはありますか。もちろんですよ。あ、そうですか。はい、なんか自由自在にもう好き勝手やってますね。いや、そうなんですよ。いや、まあもちろん、うん、それがね、うん、YouTube じゃ近いな近いそんなセットしたカメラを動かすとかあるんですね。いや、今日もなかなかいい話してるなと思って。楽しいこんな入られ方したことなかなかないから。あ、そう、はい、いや、まあ確かに、まあ それぐらいの。それはね、まあ、しょうがないですよ、うん、バンドさんとの関係性がもうそういう関係性ですからね、うん、バンドさんとか言わへんやんだって。あ、バンちゃんですからね。ね、はい、うん、いや、俺はね、ちょっとね、健吾、嫉妬してたんや。ケイタのさ、はい、あのやつにはめっちゃ出てるやん。いや、じゃあ、めっちゃ出てる。あれはなんか1回ですからね。あれでもどれぐらい話したの。よくで1時間弱じゃないですか。え、そうなの。はい、あ、今日はね、ね、なんか5時間ぐらいもらえるって。いやいやいや、聞いてない聞いてないよそれ。え、あれ、ダチョウ倶楽部今ケンコがダチョウ倶楽部みたいな。いやいやいや、聞いてないよ。5時間は長いよまあなんか、まあその現役の頃で言うと、まあ代表が同じデビューと。あ、そうですね、はい、そうです。そこから話しないと。そう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 、ちゃんと慣れ初め。慣れ初めっていう言い方で慣れ初め、はい、結構と出会いみたいな。慣れ初め、そこはちゃんと話しないと、うん、ガンバーガンバーガンバーフロンターレ当時、うん、で代表オシムジャパン。オシムジャパン、はい、で、まああれがだから覚えてる。え、もちろんもちろん。え、2000? 2006年の10月ですか。10月何日、はい、何日何日。いやいや、それは分かる。やっぱりもう中村健吾はもうあれからこうもういろんなフロンターレも優勝して第4もワールドカップも出てもう忘れちゃったんじゃない。デビューが一番最初忘れたわけや。ガーナ戦。いや、日にちはちょっと覚えてる。じゃあフロンターレのデビューは覚えてる。いや、それは覚えてますよ。何月何日。2003年の、うん、あれ3月だったと思うんですよ。何日。2003年3月。いや、分かんないです。おーい、いや、そんなに全然覚えてんやん。10月7日ですよ。あ、まあ、けど代表ウィークはそこら辺ですか、ね、そうそうそう、はい、10月7日ガーナ戦。ガーナ戦、日産スタジアム。あれ一緒にやったっけ、一緒に入ったっけ。一緒にも入ってないか。あ、一緒に入ってないか。どっちが先かはちょっと分かんないですけど、僕は後半の途中から出ました、うんうん、俺も後半途中から出て、ね、で入る直前に失点したんですよ。うん、うん、でそれで入ったんで。なるほどなるほど。その前ですか。そまあそれはもうそれは覚えてる。全然覚えてる。いや、そうそうそう、あの、まあ日にちと自分が出たっていうのは覚えてるけど、はい、もう人のことなんか正直どうでもええというか。まあまあまあ、そういう人ですから、ね、まあまあ、もう多分もう視聴者の方はもうよく分かってると思いますよ、マンさんのこのキャラクターは。いやいや、あのね、これはそうね、まあまあ、まだ今 1.6 万人ぐらい。そうです。1.6 万人ぐらい。那須がもう20何万人やん。24万人と5万人。どういうことやん。いやいやいや、それはまあまあキャリアもありますし、彼もね、あ、始めた時期も違います。なるほど。まだ内容もまた違うじゃないですか。ああ、なるほど。なんで俺の内容はどんな内容なんですか。いやいやいや、そういう意味で言うだけじゃなくて全然種類が違うじゃん。あ、種類が違う。なるほどなるほど。視聴者層も多分違うと思うんですよ。うん、私はいろんなとこ、高校とかも。あ、そうね。いや、もう体当たりでこう。いや、俺もやりたいんやね、ああいうの。でも俺もやりたいけどさ、那須がやってるからさ、なんか那須のやつを撮ってもよくないやん。そうですね。
まあまあまあやったもん勝ちですから。いやそうね。だけどフォワードとしてやれることあるんですよ。お、そう？いやどっかね動き出しをしている回があったりとかしていいんじゃないかなと思うんですよね。おこれはやっぱりもう開始早々もう中村健吾にもうタクトを振るわれてますね。それは言ってたんだね。いやいやなるほど。今日はね俺はもう絶対そうやと思ってね、はい、あのいろんなお話を俺はするけど、はいはい、どうせ健吾がまあいろいろ回してくれんねやろなって。いやいやおかしいね。おばんざいの人がなんで主役なんだろう。こっちじゃないですよ今日。ゲストでは。あそうそうゲスト、はい、いやそれでじゃあゲストで言うと、はい、まあさっきね代表の、デビュー一緒っていうのがありました。でその後、インドに飛びました。ああ10月11日、はい、あの時スタメンやったっけ。スタメンです。俺もスタメン、はい、初スタメン。スタメンですね。でゴール2ゴールもう結構頭切ってね。あそうそうそう結構もゴールね。これだけ似通ってるわけですよ皆さん。急に似通ってる。これだけ似通ってるのにその後はもうこんなんですよ。そんなことはない。そんなことはない。ちょっと話戻しますけど、うん、フォワードで、うんまあ、僕も出て、うん、パスをスルパス出して惜しかったやつがそうそうそうやったね。でもあの印象も良くて、もしも次に使ってくれる。なるほど。だからこっちからするとプレイヤーの話をすると要は点を取りたくて取りたくてしょうがないバウンドさんの動き出しは、うん、こっちからするとすごいありがたかった。なるほど。だからそれもあとすごいコミュニケーションをねこういうふうに取ってくれますから、うんまあ、やりやすかったですね。あいやこれでいきなりもう褒められてもう健吾のペースにいきなりもうやられてる。いや別に握り合う戦いじゃないですからね。戦いではないんやけど、いや面白いんですけど、面白いですよこの人。気持ちよさそうでしたね。今ね、もう水飲むペースがまあ早い。チェックしてますね、やっぱり。いやもうやることなすこと言われてくからね、まあ面白いですよね。え、でも、まあまあ選手として、終わったのは2021年そうです、ね、1月1日、はい、ね、1月1日、これ、私解説していました。そうですね。そうなんですよ。え、ああいうのはどうなの？聞くの？聞くのって、いやもう見るの？もちろん見ました。え、出てへんのに聞くの？けど結構エピソード言ってた。出てないのにエピソード結構言ってた。なぜならこの人は前日に電話してきた。おかしくないですか？そんな日試合があるのに。お前アウェイどうせ暇やろ。電話いけるやろみたいな。いやもう確かに電話じゃあかけますねっつって。いや結構ねアウェイの時かけて連絡くれるんですよ。いやあのそもそも俺が健吾に、まあ、そろそろ健吾と話そうかなという時に電話したらいつも試合の前日にかかってくるわけ健吾は。ああそれであ試合の前日やったら健吾は OK なんやなというふうに思ったから最後の、いや最後ラストデイの最後かけてくるか普通と思ってそっとさせてくれよと思いながら、まあまあまあバンズさんですからまあしょうがないよなと思いながらこういう方ですから。どうなってな、そうそうそうどうな最後の日っつって、そうそうズケズケと入ってくるなっつって。いやもういいんですよ、僕はもうそういう関係性ですから。あそう、ね、あの10月のシリーズ出会った時から、うん、もうこういう感じで、うんまあ、来るし、うん、そういう方だっていうのも、うん、もういろんな媒体を見て知ってたんで、うん、あもうまんまじゃん思ってましたから。いやけど別に全然僕はそれで良かったし、うん、まあだからさそのまあ天皇杯で言うとやな、まあ、俺はまあ解説しながらいつ中村健吾出てくんねやというふうにしてたらなんと出てこないと。まあまあまあそうですね、出てこないと、はい、まあ最後の日が出なかったと、はい、これどう気持ち的に、まあ、もちろん多分、うん、それこそ今バンちゃんが言ったように、うん、まあ出るだろうって、うん、で皆さんも多分それ期待してましたし、うんまあ、僕ももちろん試合は出たかったし、うんまあ、だけど、うん、あの展開、うんまあ、1-0で、うんまあ、先制して、うんまあ、その後もチャンスがありながらも決めれず、で最終的にやっぱりガンマも最後攻勢、うん、かけてきた中で、まあもうかなり自陣に押し込められてたんで、まあ、そこで自分が出るよりも、まあ、そこで万が一失点して延長戦入った時に自分が流れを変えなきゃいけないかもと思いながら、うんうん、だから複雑でしたよ。だからチームは応援してましたけど そのまま終われば自分は出れないんですよ。そうね。だけど鬼木監督の
その考えも、まあ、もうその後試合が終わってすぐその話はしましたけど、うんうんうん、いやそれはもう理解できてたんで、うん、まあけど優勝は絶対だったんで、まあまあそうやな、はい、だからまあそういう意味ではまあ自分の中でも、うん、まあそれもそれかなと。いやー俺は納得いかないいや悪いけど、どう、まあ今俺ら多分どう話してもこの流れにはなったのかなと思いますけど俺はもう常にもう出せとずっと言ってたから、はい、出せと、結構出せと。じゃあいいよ、あのまあ鬼木さんね、鬼木監督がこうそういう決断したっていうのは分かる。じゃあ例えばまあ中村健はもう監督やるかどうか分からへん、やった時にどうしてた、同じようなシチュエーションであったとしたら。まあ難しいところですよね。ああそう、うん、あまあ自分がそういう経験をした人間でもありますし、うん、だからどっちにも多分考えはいくと思います。うん、またその選手がどういうキャラクターなのか、うん、どういう考えなのかっていう選手にもよると思うし、うん、まあ、そこは本当に難しいなって、なるほど、はい、思いますね。まあ、あんまなこれはな、あの掘ったところでな、多分あのマネージャーの人からもこれは使わないでくださいとかいう話もなりそうやあんま掘ってもしょうがないなと思うから、あんま掘らへんし、まあ、別にそのまあまあそれがまあね、まあ言ったらそのまあ選手としての中村健吾っていう中のこう一つの最後の、まあ、最後というか最後のエピソードやからさ、まあまあそうですね、はい、それはそれでまあなんか別に今なんかこう夢で見るとか、あそうない、全然ないない、はい、ない、いやむしろちゃんとこうみんなで勝ち切って、うん、で引退させてもらったっていう意味では、うん、万々歳だったんで、あお万歳だけにね、うん、万々歳だった、いやいや別にかけたわけじゃないですよ危ない危ない、ペース持ってかれるわいや、ペース持ってかれるって、どっちのペースじゃないからね、それさっき俺が言ったやつだからどうですか、4ヶ月経って。いやもう、その今までの18年間のキャリアで、うん、まあ、もういつも同じ生活やんで言うと、そうね、そうね、1年間、うん、で朝起きて、うん、練習場行って練習して、うんうんうん、まあ、ケアなりして帰る、うんうんうん、週末試合、うん、っていうサイクルでやってきた人間が急に全くそれがない世界、そうね、でスケジュールも管理もされず、うん、自分で管理する、うん、だからそのお仕事をいただけなければ、要はもうずっとスケジュールを白紙のままで進むわけです。あ、だから最初めっちゃ怖かった。その引退発表して後に中村健吾であっても、いやいや怖かった、いや全くもって怖かったですよ、そりゃ。ああそう、いやだって何も別に、えそれは考えてた、その引退前からこうどうなるんかなみたいなのは考えたりしてた。いや考えてましたよ。ああそう、はい、いやだから何するんだろう、まずクラブとの話もまだその時点では詰まってなかったですし、うんうん、自分では決めてなかったの、どういうところにどういうふうに進むとかどうなるみたいな、まあ、フロンターレに関わるっていうことは、うん、まあ間違いなくあるだろうなって、うん、自分の中でも思ってましたし、まあ、そこからきっぱりと、うん、もうたもと別れるようなこともないと思ってたので、うん、まあ、それぐらいでした、うん、まあ、クラブとどういうふうに今後変わっていくか、今僕は育成をやっぱりちょっと見てみたかったっていうところがあったんで、そうなんだ、はい、うん、そこをまあサポートさせてほしいっていうところで、まあ、それ以外はもう何も、うん、なかったね、なかったです、うん、まあでも現役時代から、まあ、個人の事務所みたいなやつはあったんだけど、ありました、はい、ね、でもシーズンはまあそういう解説だったりとかっていう活動を、うん、まあ、オフシーズン の, その仕事として、うん、まあ、徐々に、うん、まあ、30過ぎたあたりからはやらせていただいたんですけど、まあ、それはその辞めた時にこういうふうにまあやっていくなるんやろうなみたいなのもちょっと考えてたところもある。もちろん、うん、まあ、それとまあ解説をすることで、まあ、そのやるだけではなくて、うん、あの伝えるっていうこと、言語化っていうことの、まあ、いい意味でこう訓練というか、うん、それすることで自分の頭もまた、うん、ブラッシュアップじゃないですけど、うん、サッカーのプレーの方に生きてたっていう、うん、あのボランチに必要なのは言語化やってやつですね鈴木健太、詳しくは健太のやつでそういうやり方もできますからね、これね、武道室だとそうね、いや別に健太のやつ見てて俺のおばんざいを紹介してくれることは一回もないやんだからこれを見て健太は次紹介するかも、いやいや、まあ、それはでもケイタの時出た時もケイタのあのプロテインサプリメントとかもめっちゃ紹介したいけどな。アカデミーもやってんねんな、健吾アカデミー。あ、そうそう、健吾アカデミーやってますから、はい、やってますね、おかげさまで、もう定員はもう今いっぱいで、あ、そう、教える人を増やして人数を増やすとかそういうのはないの。コート自体がもういっぱい、うん、
構なんで、もう20人が結構目いっぱいなんです。なるほど。他はもう時間貸しで埋まってるところなんで、あ、まあ、その場所も、まあ、川崎のフロンターレのところでやらせてもらってるんで、ほう、すごいですねすごいですねいや止めていけるでしょ、止めていける、まあ、まあそこからいろんなこう波及をしていきたいな、まあ、スクールなんで、要はなんだろう、勝たせる何かとか、戦術システムではなくて、もうこうをとにかく磨いてくれっていうスクールなんで、止めれることによっていろんなことができる。それを健吾も行く、行きますね。あの不定期なんですけど、毎回ではなくて行ける時、まあ、あとはフロンターレのアカデミーの方にも僕は参加してるので。あ、そうなん。そうです、アンダー18とかアンダー15とか、それもやってるし、これは JFA のね、JFA 分かります？日本サッカー協会ですよ。日本サッカー協会の方の何、ロールモデルコーチですか。そうですね、はい、はい、ロールモデル、ロールモデルって全然俺には声もかからないそれ俺言われて何にも個別できないです。まあそりゃそうやな、はい、それは、どういう感じなの、そのロールモデルコーチは。あの、まあ、アツトが、まあ、引退を、僕より半年前に夏にして、そう、ね、でそこからこう彼が、まあ、僕が現役中に始めたわけじゃないですか、で、まあ、僕はその時に、もう引退は自分でも決めてたんで、このアツトのこの仕事はすごく魅力的だった、まあ、興味ありますというよりかはやりたいですっていう感じだったな。まあそうですね、あのタイミングと、ね、まあ、そういうものもろもろが合えば、まあ、ぜひ力になりたいっていう、まあ、自分がやってきたことを、まあ、コーチとして伝えれることがあればっていうのは。じゃあ、まあ、今現在の、まあ、基本的な中村健吾の一日の流れはどういう感じなの。その日によるんですよ。そやねん、これはその日によるんですスイッチ入れちゃったのね、これこれはその日によるんですよ規則正しいのがやっぱ一番いいと思う。でもなんかやっぱ楽しくない、楽しくないっていうかもうこういうこのなんかこのいろんなことがある方がおもろいよね。なんかそこは安定した上での中に起伏を作った方が僕はいいと思うんですけど。ああなるほど、そういうことか。いやその方が多分健康的じゃないですか、多分。いやわかんないですけど、サッカー教える日もあるんで、いや自分が稼働する時もあるんで、いやコンディションはある程度保っとかないといけない、なのであんま深夜の解説とかは入れないようにお願いします、それはやっぱある程度自分の中で決めてるわけ。はい、あの寝るのは大体10時ぐらいにしないと、朝が決まってるんで、でこうもうサイクルあるんで。そうね。じゃあ睡眠はまあ12時から7時、まあ大体7時間が寝てますよと、はい、まあ、これ現役の時か変わりませんよと、はい、食事はどうですか。食事もまあ、あの仕事でまあ1日家空けてることもあるので、まあ、そこの食事の取り方も当たり前ですけど、現役的には変わりますし、また家にいるときは、まあ、子供たちがいるので、子供たちもしっかりご飯食べないみたいな、まあ、だからそこはあんま変わってないですから、はい、え、現役のときは体重はどれぐらいなの。66です。 66?、はい、おー、180、あ、170? 175です。5、66、まあ、ちょっとひょろっとしてるな。いや、もう見りゃ分かるみんな知ってますよ意外と太いとか全然誰も思ってないですよ。いやいや、そんななんかわざわざ数字引いてなんかちょっとよりこう、あ、そう、なんかフォーカスしなかった、全然そこは3って言っていいところだよ。そう、辞めてからの今の体重は、あ、あんま簡単じゃないと思います。66、測ってないですか。測ってない、測らへんな、終わってから。まあ測る理由がないですかね。いや、これは中村健吾まだ分かってない俺はもう今、まあ、サッカーやらんようになって2年ぐらい経ってるから、やっぱちょっとね、なんか、あ、けどお腹周り出るのは分かりますよ。だけど平日にお酒を飲むっていう、この背徳感はすごいです、なんだ背徳感って。だって今まで飲んじゃダメじゃないですか、平日なんて。飲んだことないな、健吾と。いつもお酒結構飲んでることもあるねんね。今日はでもちょっとやっぱ、いや、まあそうですね、札幌黒ラベルでも飲もうかなと思ってありがとうございますこれもうほんと5時間いくんじゃないですか。いやいやいや、そうそう、問題、あ、そうそう、本題じゃなかったんすかこれ何だったのさ、このフォワード良かったっていうフォワードベスト3、1位は、あ、やっぱりー